こんにちは、読みギャオの中村です。今日はですね、コラムですね。内容は、木組みってすごくないですかっていう話なんですよ。で、これ、この間やった語りかけなんですけど、その動画自分で編集してて、あれすごくねと思ったんですけど、これ、普通にこの状態で保てるんですよ。これだって、ボンドもつけてないし、釘もビスも打ってないですよ。その木組みの状態だけで、こうやってこの、片方跳ね出しの状態でこれが保ててるって、なんか、あれ、これって地味にすごいことだよなって、なんか編集しながら思ったんですよね。あ、その、こういう腰掛け。これも、もう、組んだだけでこんなにがっちりくっついてるじゃないですか。だこれって、やっぱり実はすごいことだと思うんですよ。なんか、当たり前になってるから、あんまり気にしてなかったっていうか、全然なんか、すごいと思ってなかったっていうか、なんか見逃しがちだと思うんですけど、改めて考えるとやっぱすごいですよ。だって、しかもこれ作るのに、まあ丸のことインパクトもなくても作れるっちゃ作れるじゃないですか。だから、その、小さいのみと原脳とノコギリがあればこれも作れるっていうのも、そこもまたすごいじゃないですか。いや、すごいな。日本のこの、建築技術と文化すげえなと思って。で、多分これって、その、折り紙とかもそうじゃないですか。その、なんか、折ってて立体的なものを作っていくとか、多分、日本人も折り紙とかって、別に昔から、子供の時からあるから別にそんなに驚かないけど、で、海外の人から見たら、おすげえなみたいな。こんなこと作れんのみたいな風に感動するのと同じで、多分こういう木組みの文化もやっぱすごいなって、いや、なんか、思っていただけるのかなという風にも、なんか、改めて思いました。で、これ実際に試験データを見ていただいて、たら、その凄さっていうのをより分かると思うんですよね。で、ちょっと試験データがあるので、それを元にお話ししたいと思います。使わせていただくデータは、この伝統的工法データベースというところがありまして、まあ、この日本伝統的工法データベース検討委員会というところが作っているところなんですが、伝統工法の、まあ、敷地とか継ぎ手の試験をして、それのデータを公表してくれてるというところですね。まあ、簡単に言うと。で、そこの情報をもとにお話をしたいと思います。今回お話しするのは、この腰掛けですね。腰掛け、ありかけの試験データで、で、実際に使ってる試験は、では、材料が120画ですね。四寸画というものです。で、前回お話ししたのは、105画なので、三寸五分っていうサイズですね。105画なのでちょっと小さくなります。なのでこの試験データよりは力は弱くなるというふうに思っていただければと思います。まあ試験の内容としてはこの状態で、まあ上を固定して下をめちゃくちゃ引っ張ると。これいっぱい引っ張ってどれだけ耐えれるかという試験です。で、その試験をした結果どういう壊れ方をするのかというのが書いてあります。まず、オギが緩んで抜けていくことで引き抜けによって接触面積が減っていきますと。で、次に、メギが割れますと。ここですね。ここの、アリの頭の部分。ここに亀裂が入ります。で、そこから、メキメキメキとちぎれていくと。いうような壊れ方をしていきます。で、実際にはこういう感じですね。この、メギの頭の部分。ここが割れていって、あとこれ多分、オギもちぎれてきてるという感じになります。で、この、データとしては、この、引っ張ってって圧力がかかってパキンって下がるところ、ここでやっぱり亀裂が発生しますよと。なので、まあ応力が上がっていってパキンって下がったところがまあ耐えれるところ、まあ実際の、まあ強度っていうところなのかなというふうに思います。はい。で、これが試験のデータですね。試験結果のデータです。で、黒い線が、3つの、試験、まあ3つの木でやりましたというのが黒い線、点、破線も入れてですね、黒い線です。で、赤が平均値ですというふうになっています。で、この、あと図としては、上が荷重です。で、横が変異した、その引っ張ってた距離が横軸になってます。で、いっぱい引っ張れば引っ張ってって、その、どっかの時点でパキンって言って、そっからはもう、力に耐えられなくなって、あとはどん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 距離が伸びていってきますよと。その、例えばこのデータで言ったら、これ4キロニュートンぐらいでパキンってピークを迎えて、あとは力、同じような力でずっと変異する。まあ、どん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 距離が伸びていってしまうというような感じになっていますというデータです。で、まあ、これ平均値で言うと、大体4キロニュートンですね。正確には、4.68
キロニュートン。これですね。この 4.68 キロニュートン、耐えれましたよっていう感じなんですね。データとしては。まあだから、簡単に言うと400キロです。400キロこう、マッチって引っ張って400キロぐらい耐えれるっていうのが、その腰掛けありかけなんですよ。すごくないですか ?400 キロこれだけでいけるんですよ。で、さらに、あと注意としてはこの変異の量がやっぱりこの2ミリぐらいなんですね。2ミリ以上広がると、もう、パキンって潰れ、ちぎれちゃうっていうのがデータとして残っているので、まあ、耐えれて2ミリぐらい。まあ、その距離で言うと2ミリぐらいまで耐えて、かつ、重さで言うと大体400キロぐらいっていうようなデータです。いや、すごいですよね。これだけで400キロ耐えれるっていう。で、しかも今の建築の住宅だと、これにさらに羽子板ボルトとか、金属を使って、緊結するので、より強いと、より強度のある家を作ってるっていうことなんですよ。いや、すごいっすよね。で、あと、さらに、他のデータ、まあ、このサイトいろんなデータあるんですけど、他に金輪継ぎっていう、木を、長さを延長する、この、継ぎ手というものですね。で、まあ、最強だろうって言われてる金輪っていうのがあるんですけど、金輪での試験データが出てるんですよ。で、これ、150画の材料をこうやって、金輪で継いで、こうガッて引っ張った時。で、その時に、まあ、この平均値の基準のここの数字で言うと、10キロニュートンなんですよ。だ1トン引っ張って、1トンまで耐えますよっていう話なんですよ。平均値でですよ。だもっと耐えれる子だったら、まあ、言ったんでしょうけど、PN がマックスかな。まあ、その、平均値で10キロニュートン。だ1トン耐えましたよ。耐えれますよ、金輪はっていう話なんです。しかも、この、破壊理由が母体の先端なんですよ。だからこれ木がちぎれたって話なんです。引っ張って引っ張って、この、敷地の話っていうか、引っ張った結果、木がちぎれちゃいました。っていうのが、6本やって5本その原因で壊れてるんで、敷地の問題じゃないです。木の限界じゃねっていう話なんですよ。で、さらに、これ材料が大きくなって、例えば180、H150、背ですね。180の材料で作った場合の破壊理由が、コミ線圧縮なんですよ。これ、まあ、見てな、まあ、今度、金輪やった時にもっと詳しく言いますけど、金輪って中に、ドッキングされるのに線、コミ線を入れるんですよね。まあ、コミ線でいいのかな。まあ、線を入れるんですけど、その線、樫で作ったと。で、引っ張って引っ張って壊れましたっていう試験データの結果が、この樫の線が潰れましたっていう破壊理由なんですよ。すごくないですか？樫の木が潰れるまで耐えるんですよ。だその、いや、すごいっすよねっていう。このデータとか、ネットに公表されているので、ぜひ、よかったら見てください。リンク貼っておきます。で、これ、まあ、大学で理系の人とか、すごいなんか、あ、懐かしいな、みたいな感じだと思うんですよ。もしもなんか、変なところとかあったら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。はい。ということで、そうですね。木の文化っていうか、木組みってやっぱすごいっすね！みたいなお話でした。はい。ありがとうございました。